2時3時の9時10時っていうアベマ TV の昔のチャンネルがあって、実はそこでも電流を流されたことがありまして、ただその電流なんだろうな、ぬるかったんだよもう僕とかも皆さんもそうでしょうけど、テレビで見てるんで電流ってガガガガガガって思うじゃないですか。そしたらピリピリピリ、え、あれこれ流れてんの、うわーうわー、もうちょっと食らうかと思ったみたいなリアクションを実際してしまってちょっと見上げてしまったがゆえにって思って、そういうことを言ってから、なんだろう、こんなもんじゃねえぞっていうのを見せたかったのか、もう六魔王塾始まってからガチ電流浴びせられまくったって多分な、あれも確かにな、もっとあるかと思ったは、なめんなよだよな、向こうからしたら。こっちは容赦してやってんだよ、バーチャル YouTuber 知らないけど、なんかガキだろうが容赦してやって、これなんだよほんと見せたろうかって真剣抜かれた現場が六魔王塾だってことそう、だからしっかり拉致られるし、しっかり電流が流されるってことなんですからね。はい、そう、当時電気耐性つくんじゃない、いや電気耐性はね、正直僕以外、いや楓くんどうだろう、ふわっちと社長にはもうついてるんですよね。うん、前見ちゃったもんな、普通に楽屋っていうか準備室みたいなとこにね、いたらね、なんかハッ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 って笑い声聞こえるから、なんだと思ったら社長が自分に電流流してました。こんな怖い光景はないですよ、信じたくなかった。こんな人と何かのグループを組んでいるっていうことを信じたくなかったけど、まあそういうことなんですよね。もう結構食らってるんで、ふわくんと彼に関しては慣れてるから。うん、あと体勢、なんか知らないけど、いろんな体勢、わさび体勢もある。わさび体勢ってわさびの辛さじゃないですよ、わさびを顔面に置くことに対する体勢ですからね。あんまないでしょ、試せないんだから、試さないんだからね。そうなんです、非常に怖いです、怖い、社長は怖いですよ。なんかね、普通に話してる最中にね、アルミ缶握りつぶすし、え、なんとかんでしたね、バキバキバキっていう、なんか怖いよ。うん、でゴミ箱の前とかでやったらいいじゃん、なんで座りながら談笑しながら潰すの、脈絡なく、なんか地雷踏んだかと思うじゃんね面接官でそれやられたら、あ、落ちたんだって思うじゃん。そういうことをね、平気でするから、日常で。よくないと思うな、それは暴露で草。まあ僕がね、アルミ缶のようになる日も近いかもしれませんけど、まあそれはロフマジックという現場がガチだからということで。